ばいよ。3.5 っすか。それはすごい。こうあの下のところって全部ワンオフなんですか。ここをだから全部作り直すの。アームとかっていうのは入ってる。あ、もう元がどんな感じ。買った時はこれね、足回りだけ。あらー、ほんとだ、全然違う。全然違うじゃん。ちょっと大丈夫。制作途中の。はい。これがもう最初つけたエアロのあれなんです。元の状態ですね。全然違いますよ。うん。だから全部作り変えてもらって、でここも塗り分けて、で下のあれ。そうですよね。付け足してもらって。全然これ違うんですね。付け足すだけでは。ああ。俺は綺麗にまとまってる。ホイールはこれ何チェーンなの？そうですよね。少しすっげえ。いいっすか。おお。ギリギリですね。もう切って付け足してあるから。面白い作り方してますよね。綺麗だ。なんかイベントが出てる。出たんです。後ろで、あと指してもらって途中で、これが元のフェンダーで、ああそういうのも切ってあるんだな。でここに付け足してもらってるんで、はい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 。あ、この膨らんでるわけですね。だからこの分出して、でこうに縦で綺麗に仕上げて、ああ。本当綺麗に仕上がってますね。うん、フロントで巻いて。ねえ、そうですよね。違和感ないですもんね。うん、だから、ね、スライチに作るにはもう全然ホイール合わせるんじゃなくてフェンダーを合わせちゃってるから、もうミリ単位ですよね。ミリ単位でいけますね。あ、これが後ろの付け足してる。あ、本当。大掛かり。すげえ。もうずいぶん前に仕上がったの。車両みたいな。そうだよね。もう1年近くはあるかな。もう全然乗ってないから。あ、普段また別の。普段軽だから。あ、まあ確かにそう。足回りも全部やってあって、ボディ強化もしてあって。はあ。だから乗っててすごい楽ですよ。だいぶ上がったりもするか。
ああ。前上げ？はい、前上げとか結構早そう、早いですもんね。前上げはに合わせてやってあるから。あー、うん、あー。あ、本当だ。すごいねこれ。これターボ。上げねえと。アイコード。アイコード。だフロントも前後ろも入れて、でスタビも入れて。あ、スタビ入ってるんだ。スタビだからこの辺が高くなってる。みんなもやってきちゃった。エアサス入れるとやっぱり。そうですよね。すごいな。前上げして横か後ろから見れば下のドライバーとかも見えるんじゃない。あ、はいはい。